早速始めましょうか。遊んでいる暇はない。剣を学びなさい。あなた随分上達したわ。初めの頃に比べたらだけど。誰かに守られて脆弱に生かされていく必要はない。自らの力で剣を取り、自らの力で生きることを選び取っていく。それは本来の自然の中で生きていく上での当然の方法。自然は弱肉強食、弱き者に救いの手を差し伸べてくれるほど甘くはないのよ。あなたは力を得た。ナコルルも守れる。そしてナコルルに依存せずとも生きていける。これだけは覚えておきなさい。戦うことを捨てるのは、生きることを放棄したのと同じ。優しさという名の臆病さに惑わされないで。強く生きることよ。自然はいつでも弱者に牙を向ける。甘えているわ。彼女が言っていることは全てきれい事ばかり。理想と現実は違うのよ。人は、いえ、全ての生き物は血を流さねば生きていけない存在なのだから。彼女の言うこと全てを否定はしない。でも、綺麗事では人は救えない。ええ、素晴らしいわ。でもそれだけ。いざとなっても何もできない。思い出すべきなのよ、剣の道を。使命は果たさねばならない。逃げられはしない。幸せそう。それはまるで普通の女の子のようで、巫女などではなく。幸せな人生を享受しようというわけ。戦いの日々から逃げ出して。使命を忘れてしまった巫女ほど無用な存在はないというのに、愚かね。
ナコルルは危険。このままだと大変なことになる。あなたがナコルルを守るとか、そんなことさえ言っていられなくなる。今教えたでしょ。戦う意志を失った者は、生きることを放棄したのも同然だと。今のナコルルはまさにそれ。もうじき、あと少しで幸せな生活が幻想だと気づく。でも気づいた時にはもう戦うことができなくなっている。あなたたち。その、帝の様子がおかしかったから、心配で探しに。あなたの甘さのせいで両親を失った狼。そうだったわね。あなたはあの頃と何も変わっていない。いえ、それどころかひどくなっている。あなたの今していることはもはや綺麗事ですらない。ただの逃避よ。あなたは巫女の使命を放棄する気？あなたを育ててくれた先代の巫女の志すら捨てる気？そんなことあなたはこう考えているわよね。巫女は自然を守り、自然と共に生きていくものだと。その通りよ。すべての生き物を優しく包み込んでくれている自然。その自然を守ることは、すべての生き物を守ることにつながる。そう。それが真実。だけどあなたに助けを求める人々にとってはどうかしら。そんな綺麗事なんてどうでもいいんじゃなくて、彼らが望むのはただ自分たちを守ってくれる剣としての存在。わかる？巫女は人々を守る剣なの。その役目を捨ててただの人間として生きようとする巫女など、人々は必要としない。そんなことない。
コタンの人たちはミコをそんな風に見ていない。なら、今誰があなたと一緒に戦ってくれる？誰が一緒に血を流してくれる？みんな自分の生活の中で安穏としていたいはず。でも私は聞くわ。今巫女として戦うことを求められた時、あなたはどうするつもり？戦いを忌み嫌うようになったあなたが。それは襲ってくる災難に綺麗事を振りかざしてむざむざ殺される。そうなればあなたは誰も守れない。巫女に助けを求めた人々を救えない。多くの弱者が死ぬ。あなたは力を持つ者が戦いを放棄したばかりに、そしてあなた自身が死ぬ。自分が傷つきたくないばかりに、その他の大勢の人間を傷つけるの？もう一度考え直すことね、あなたの使命を。あなたが何のために存在するのかということを。すぐに戦わねばならなくなる。幸せの幻想を築くことなど、私は許さない。あなたがいつまでも幻を追いかけているのなら、私が壊す。あなたに残された時間はもうほとんどないの。すぐに次の魔がやってくるわ。この私と共に。帰りましょう、ミカト。私がね、一番尊敬している人はお母様なの。私を育ててくれたのは実の母親じゃないって帝には話したよね。リムルルと私はね、帝と同じように幼い頃に本当の両親を失ってしまったの。生まれた村が盗賊に襲われて、そして二人だけでさまようことになってしまった。リムルルを守りながら必死で生きようとしたわ。自然の恵みと
厳しさを肌で感じながらね。そしてある日、コタンの長老様に拾われたの。そして先代の巫女だったお母様が私たち姉妹を引き取って、とても優しくしてくれた。そう、お母様はとっても優しい人だったわ。でもね、別れの日がやってきたの。やだ、やだよ、お母様。どうして、どうして行ってしまうのねえ。ナコルル、リムルル、よく聞いて。私はね、私が愛しているもののために行くの。愛しているもの？そう、ナコルルやリムルル、それにすべての人たちや大自然、私の大好きなものを守るために行くのよ。失いたくないから、愛しているから、そしてみんなが愛してくれるから。今のナコルルにはちょっと難しいお話かもしれないけれど。でも父上はどうするの？父上はお母様がいなくなったら悲しむよ。大丈夫、どんなに寂しくてもあなたたち二人がいるでしょ。あの人をお願いね。私がいなくなっても元気に生きて、私はいつも見守っているから。母様。さよなら、ナコルル、リムルル。やだ、いや、お母様。お母様は人々を守るため自分の幸せを犠牲にして魔に立ち向かった。でも決して剣を抜くことはなかった。盾となることを望んだの。命を犠牲にして光になってみんなを守ったの。帝には話したわよね。私が魔の根源を断ちに行っていくつもの命を奪ったことを。本当はお母様みたいにすればよかったと今は思うわ。でもできなかった、できなかったのよ。お母様は何すら慈愛を与えた。それほど全ての生きとし生けるものを愛していた。そんなお母様に私は近づきたい。今のコタンの美しい自然があるのは、今のコタンの人たちの生活があるのは、私じゃなくてお母様のおかげ。私はいつかそんな風に全てに愛を捧げられる巫女になりたいわ。だからきっとあの人の言うことは間違ってる。戦いが全てではないわ。いえ、戦いは憎しみしか生まない。もしも幸せを壊す者が現れたのなら、私は剣でなくて盾になる。誰も傷つけさせはしない。私が命を懸けて守る。